こんにちは、月TV つくばです。よろしくお願いします。本日は秋冬におすすめのチャンピオンのスウェットシャツを購入したので、商品紹介と大人ストリートカジュアルコーディネートをご紹介したいと思います。その購入したアイテムがこちらです。じゃん。チャンピオンのクルーネックスウェットシャツです。価格が税込み4400円で、カラーはオックスフォードグレーを購入しました。素材はコットン 100% です。一応カラー展開全部で9色あります。サイズ展開が XS から 2XL まであります。一応男女兼用で着れるアイテムになってます。もうここ数年ずっと大人気のチャンピオンですけども、一応チャンピオンの中にも何個かこうラインがあって、もっとタフなスウェットだったりリバースイーブって言って、もう1万円以上の上質なスウェットのアイテムとかもあるんですけども、今回購入したのは、まあ、定番系のお手頃なベーシックなスウェットシャツになってます。シルエット的にも特別オーバーシルエットとかではないです。まあ、ただラフに着たかったので XL サイズを購入しました。一応素材感こういった感じです。薄すぎず厚すぎずっていう感じで、ある程度厚みのあるスウェットになってます。裏地がこういった感じです。そしてディティール見ていきたいんですけども、襟元こういった感じで、襟にはポリウレタンが入ってて収縮性効いてます。リブ仕上げになってます。タグがこんな感じです。そして肩から袖にかけてベーシックな形の袖です。で袖口リブ仕上げになってます。胸元にはチャンピオンのアイコンロゴが刺繍されてます。これベースのカラーによってはロゴが紺と赤のチャンピオンロゴだったりします。動画の説明欄に商品のリンク貼っておくんで、気になる方はチェックしてもらいたいんですけども、商品のカラーによってロゴの配色が変わります。そして左袖の方にもこんな感じでチャンピオンのワッペンロゴがついてます。こっちはおなじみの紺と赤のロゴになってます。そして裾に向かっていって、裾は結構幅広めのリブになってます。バックスタイルはシンプルな感じです。それでは早速コーディネートしてみたいと思います。僕は身長178センチの70キロに、今回のチャンピオンのスウェットシャツの XL サイズを着用してます。ちなみにボトムスは先日ご紹介したユニクロ U のワイドデニムパンツです。シューズはニューバランスを履いてます。サイズ感そんなに大きくないです。XL サイズでも僕の体型で言うとちょうどって感じです。少し余裕があるかなという感じです。個人的には XXL でも良かったかなって感じです。インナーにユニクロ U の T シャツをレイアウトしてます。キャップは以前ご紹介したニューエラの920を着用してます。もうザ・アメカジという感じで、カラーをこのグレーとデニムのインディゴで落ち着いたカラーでまとめてみました。もう王道ですよね。このグレーのスウェットパンツと濃いインディゴのデニムパンツとの組み合わせということで、もう原点回帰という感じで、もうザ・ベーシックな感じで合わせてみました。まあ実際ボトムスは細身のパンツとか、以前ご紹介したのまあディッキーズのパンツとか、スウェットパンツとかでもいいと思うんですけども、まあ個人的にはもうグレーのスウェットには濃いめのこういうワイドなデニムパンツと合わせるのが好きです。気持ち腰履きしてますけど、まあほとんどウエストで履いてます。で少しロールアップしてソックス見せて、ちょっとボリュームあるスニーカー持ってくるのがおすすめです。いかがでしょうか。横からと後ろからと、思ったよりサイズ感ちっちゃかったので中に T シャツをレイアウトしてみました。袖口こういった感じです。これワンポイントロゴもいい感じです。着心地もとてもいいです。ゴワゴワせずでも薄すぎずという感じで、秋は1枚で冬にはインナーとしても活躍できると思います。もうチャンピオンのワンポイントロゴを目立たせる感じで、もうあとはシンプルに合わせるのがおすすめです。めちゃめちゃシンプルなんで少しアクセとか加えてもいいと思うんですけど、今僕はもう時計とリングしかしてないんですけども、まあもう大人の方はシンプルに合わせるのがいいかもしれないです。ということで王道のアメカジコーデということで、気になる方は動画の説明欄にもリンク貼っておくんで、よかったらチェックしてみてください。ということで、このチャンネルではお手頃なファッションアイテムでファッションを楽しむためのコーディネートやファッションアイテム紹介してますので、よかったらチャンネル登録高評価お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。